詰まる投手戦。今回は日本が2大会ぶりの世界一をかけて臨んだ 2017WBC 準決勝アメリカ戦での当時の2チャンネル反応を紹介していきます。試合日は日本時間で2017年3月22日午前10時。1次ラウンドから無傷の6連勝で決勝ラウンド進出を決めた侍ジャパン。準決勝の相手は最大のライバルともくされていたアメリカでした。日本の先発予定は巨人のエース菅野智之。菅野の投球に期待するスレミンもいましたが、2次ラウンドキューバ戦で4回4失点と不安定な投球を見せていたこともあり、心配の声も上がっていました。菅野が一皮むけるか大事な試合になるな。おそらく右打者は菅野打てないだろうから、いかに左打者を抑えるかやな。さっきの映像見てる限り手法は右ばっかりやからいけそうではある。去年前半の菅野だったら、打たれる気せえへんけど今はな。菅野本当に抑えられるんか、フォークも投げれるレベルちゃうんやろ。菅野っていうほど勝負強いか、大事な試合で負けてるイメージだが。抑えたとはいえ、オーストラリア戦も怪しかったし、菅野には期待してないわ。菅野も国際級無冠のかね、また上原みたいなのでんかな。原も佐々木も0対1、2対1の接戦になるって断言してるけど、根拠なんなん、絶対乱打戦なるやろ、そんなに菅野信用しとるんか。ところが、試合前から雨が止まず、スレミンたちから不安の声が。雨ザーザーで草。これほんま20時からなんか？まさかの中止はないよな。中止だけは勘弁してくれ、3日連続有休はさすがに無理や。残念ながら雨は止みませんでしたが、10分ほど遅れて無事試合が開始され。菅野は1番キンズラー、2番 A ジョーンズ、3番 A リッチを三者凡退と上々の立ち上がりを見せました。菅野いけるやん。これは日本のエース。A スタートや。コントロールめっちゃええな。玉切れてるように見える。続く1回裏の攻撃、1番山田がデッドボールで出塁、2番菊池が送り、日本はチャンスを迎えましたが、3番青木、4番筒香が凡退します。青木ですらあれだしツーシーム打てないよ。筒香も今のは仕留めないと。でも筒香はいけそうやな。筒香が速球に弱いとは何だったんだ、アウトだったけどさ。この日の菅野は絶好調で2回表も三者凡退。2回裏の攻撃は5番中田が三振、6番坂本は内野安打を放ちましたが、7番松田が併殺に倒れました。3回表は7番ボージーに初ヒットを許した菅野でしたが、ボージーを三塁まで進ませながらも無失点で切り抜けます。よく踏ん張った。ええな菅野、やっぱ頼れるわ。菅野は3ボールからでも楽々ストライク取ってくれるから安心だわ。3回裏の攻撃は8番秋山がピッチャーライナーの後、9番小林がヒットを打ち、盛り上がるも山田、菊池が内野ゴロで無得点に終わりました。世界でしか通用しない男、小林。もう小林をバカにできんわ。これは本物だ。この小林ってどこの選手、欲しいわ、ちなきょ。4回表は、先頭打者の A ジョーンズから三振を奪いましたが、イエリッチの打球を名手菊池がまさかのエラー。日本はワンアウトランナー二塁のピンチを迎えます。ああ。今のはあかん、ここから崩れるで。これが菅野の負け運。菅野は4番アレナドから三振を奪ったものの、5番ホスマーにフォアボールを与えた後、6番マカッテンにレフトへのタイムリーを浴び、先制を許しました。エラーって怖いわ。まあこうなるよな。うまく裁かれたわ、あれはしゃあない。言わんこっちゃない、マカッテンにはこれがあるから。Y はまだ菊池を信じてるで。それでも7番ポージーをショートフライに抑え、ピンチを最小失点で乗り切った菅野。同点に追いつきたい4回裏の攻撃、3番青木がセカンドゴロに倒れ、筒香がフォアボールで出塁しますが、中田、坂本がライトライナーに倒れました。当たりはみんな悪くないんやけどな。方向が悪いよ方向が。隙もない。マジで雨で打球が飛べへんから1点がすげえ重たいで。菅野は5回表を三者凡退に抑えますが、打線の方も5回から登板した、N ・ジョーンズの前に三者凡退。アメリカ代表の投手力の前にスレミンはお通夜状態になりつつありました。点取れる気せえへん。159とか出てるけど、アメリカのリリーフじゃザコってマジ。今までの相手と投手力が違いますわ。準決がまさか一番湿った試合だなんて。あんな投手からホームラン打てる気全くしないわ。メジャーであんなにホームラン打ててた松井ってすごかったんだな。6回表の菅野はジョーンズにヒットを打たれますが、イエリッチをダブルプレイ、アレナドを三振に打ち取り、6回裏の攻撃へ。山田は三振に倒れましたが、続く菊池が自らのミスを取り返す同点ホームランを放ち、スレミンはこの日一番の盛り上がりを見せました。菊池やったぞー。菊池が一番びっくりしてて草。Y は信じ取ったで。菊池マジですまんな。手のひら返しの時間だー。
これは手のひらくるくるやね。菅野は6回でマウンド降り、7回表からは千賀が登板。3者連続三振の素晴らしい投球を披露します。アウト全部三振じゃねえか。アメリカよ、見たか、これが日本の育成選手だ。千賀立ちでやばいだろこいつ、即メジャーで通用しそう。マウンド上の千賀の貫禄やばいな、メジャーリーガー相手に完全に見下しながら投げてるやんけ。しかし、打線は7回から登板したダイソンを前に三者凡退。菅野千賀でシナリオ通りに試合運んでるんやから、とにかく打て。中継ぎの差で負けそう、打てへんやろこんなん。打てる気しないのは向こうも一緒やろな。8回はスタントンから三振を奪った千賀でしたが、クロフォードにヒット、キンズラーにはツーベースを打たれ、ワンアウトに三塁でペイ・ジョーンズを迎えました。ここで千賀は渾身のストレートを投じ、打球はサードゴロとなります。しかし、松田がボールを補給できず、一塁はアウトにしたものの、ゴロの間にクロフォードが生還。続くイエリッチを三振に奪い、この回は1点でしのいだものの、勝ち越し点を奪われ、悲痛の声を上げます。今のはやっちゃダメだろう。何のための前進守備だあ。2失点ともにエラー絡みなのが。しかし、8回の攻撃で先頭打者の代打内川がヒットで出塁すると、代走で田中が送られ、山田が送りバント成功。菊池は三振に倒れますが、青木がフォアボールを選び、2アウトランナー1、2塁のチャンスで今大会好調の4番筒香に打席が回りました。最高の場面やぞ、筒香お前が決めるんや。筒香でダメならもう諦める。ここで打ったらマジで英雄や。ここでアメリカは投手をマランソンから西区へ交代。真ん中高めの変化球を捉えた、筒香の打球は高々とライトへ上がります。入ったかと一瞬歓喜に包まれたスレミンでしたが、結果はライトライナー。日本は潜在一遇の好機を逃しました。行ったかと思ったのにいい。入ったと思ったやつ。完璧なインパクトに見えたぞ今の。角度詐欺ほんとひで。叫んでも歌わ。9回表は平野、宮西、秋吉と小刻みに継投し、無失点で抑えた日本。9回裏の攻撃に全てが託されました。賞賛頼むー。中田、坂本、松田、田中、山田やで。山田まで回れば勝つと思う。しかし、願いも虚しく中田、坂本が凡退。2アウトランナーなしで松田に打席が回ります。ここで松田は草。松田が逆襲のホームラン打つから覚えてろよ。松田がラストバッターってストーリーできすぎやろ。松田は外角のボール球を振らされ、三振でゲームセット。侍ジャパン2大会ぶりの世界一への夢は潰えました。試合終了後、スレミンはアメリカ代表の強さを称賛します。ようやったわ、打てないのは分かってたけど、守備の差で負けたな。点取ったのが菊池だけやからな、やっぱり投手すげえわ。アメリカ相手にようやったよ、とにもかくにもツーシームを打てない打者が多い、国際試合はこれなんとかせんと勝てんぞ。つーか、今までの相手と投手のレベル違いすぎね、当たり前のように150のツーシームとかカットボール投げてたんだが。少なくとも前回大会よりは後味悪くない、まあエラーって形にはなったけど内容的には力負けや。日本の投手のレベルが高いって分かったのは収穫やろ、面白い大会やった。日本を下したアメリカは決勝でプエルトリコに8対0と快勝、4大会目にして初の世界一に輝きました。準決勝で惜しくも敗れ、3位となった日本でしたが、この大会の悔しさが2023年 WBC に繋がったのではないでしょうか。このチャンネルではスポーツについての解説や反応をお届けしております。ぜひコメントであなたの好きな試合などを教えていただけると嬉しいです。もしかするとあなたのお気に入りの試合についてもお届けさせていただくかもしれません。次の動画を作るモチベーションにもなりますので、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。